演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、というのはこの竹屋がコラスを見てみたいと思います。カフェラテだけじゃなくてこういうのもあるんですね。ココナッツミルクティーなんていうのもいいかもしれませんが、それじゃただの、それじゃありがち。飲んでみましょう。やっぱりミルクとは違うかな。では飲んでみます。この甘さが本当にいいですね。からとろけそう。やっぱりさらにミルクとは違ってココナッツの優しい甘さが口の中で広がっていて、そこにタピオカのもっちり感が入ってとっても美味しかったです。ミルクティーとしてもやっぱり美味しいかもしれないです。そっちも飲んでみたいですね。ココナッツミルク、本当なかなか飲む機会がないのでこういう機会に飲めて嬉しいです。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。